ドラクロの話題へようこそ。どうもカリアです。はい、ということでですね、本日2022年3月の12日、トドロキ陸上競技場での川崎フロンターレ戦終了いたしました。はい、結果が0-1、グランパス残念ながら、今日も敗戦という形になりました。はい、ということでですね、昨シーズンの、リーグチャンピオン川崎フロンターレと昨シーズンのルヴァンカップチャンピオン名古屋グランパスとの、第1回戦目ということで、今回はアウェーでの対戦となりました。はい、まあ、今日のスタメンですけれども、チアゴ選手がですね、先日の鳥栖戦で、まあ、負傷した影響で、今日は藤井選手がセンターバックとして出場という形になりました。試合の方はですね、前半結構一進一退の攻防が続いておりましたけれども、25分にですね、マルシーノ選手に裏に抜けられてしまって、キーパーのネミッチ選手と1対1の状況を作られてしまいまして、そこを決められてしまって先制点、前半は0-1で折り返します。で、その後ですね、後半も、なかなか点を取れず、結局0-1、そのまま宇野ゼロで敗戦という形になりました。はい、まあ、で今日の試合の感想ですけれども、なかなかね、点が取れないなっていうのはやっぱりありますね。まあ、去年よりその攻撃のパターンっていうのは、かなり良くはなってきているんじゃないかなっていうふうに思うわけなんですけれども、残念ながらですね、なかなか決定機を作るっていうのがなかなかね、うまくいってないなっていう印象です。まあ、昨シーズンはね、守備に重きを置いていたっていうこともあって、後ろの方でボールを回して、なかなかね、前線で、攻撃のパターンが作れなくて、一旦リードされるともうそこでお手上げっていうような状態だったんですけれども、まあ、今年はですね、まだ去年よりも攻撃のパターンとしては良くはなってきているのかなというふうには思います。まあ、ただ決定機を作れないっていうのはやっぱり相変わらずで、先制点を取られるとまだまだちょっと厳しいところがあるかなっていうのはありますね。まあ、なかなかそのパスが通らないであったりだとか繋がらないっていうところで、まあ、キャンプがね、できなかったっていうのも、ちょっと影響はしてるのかなとは思いますけれども、まだまだね、成長途中なところも多少あるのかなというふうに思います。まあ、ただ去年より得点の匂いがするようになったのは個人的にはいいことかなと思いますので、このままね、続けていってほしいなと思っております。ということでね、現在のグランパスの順位がこちら、勝ち点4の10位でございます。まあ、他のチームよりもね、少し試合数が少ないっていうのもあるんですけれども、開幕戦を勝って以降なかなか勝ってないのが現状なので、ぜひね、次の試合は、勝ってほしいなと思います。まあ、まだね、リーグ戦始まったばっかりで、ね、本当にシーズンこれからですけれども、ね、今年こそもう一個ね、ここにね、星を本当に増やしてほしいなと思いますので、ぜひグランパス頑張ってほしいなと思います。はい、ということでね、まあ、今回はこんな感じで動画を締めたいと思うんですけれども、このチャンネルではですね、今後もグランパスドラゴンズに関する動画をどんどん投稿していきます。この動画が良ければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。アディオス。